当チャンネルへようこそ。ナビゲーターのドロップです。さて今回のお話は、皆様はアメリカアイダホ州にある湖バイエット湖に生息していると誠しやかに囁かれているシャーリーと呼ばれる巨大な水生未確認生物をご存知であろうか。この生物は日本ではあまり知名度はないのだが、古来よりこの地の先住民の間ではシャーリーを指し示す湖の怪物のことをバイエット湖に住む悪霊なのだと伝説として語り継がれ恐れられてきたのだという。そしてその目撃情報は近代まで多数報告され、何かしらの生物として実在する可能性が非常に高い存在なのだと言われている。さらに2023年6月にはこのシャーリーとおぼしき謎の生物がドウ湖で動画撮影され、その存在が世界中から注目を集めているのだという。今回はこのバイエット湖の怪物シャーリーについてご紹介する。アメリカアイダホ州中西部バレー郡マッコールバイエット湖。この湖は太古の昔氷河によって形成され、スネーク川に注ぐバイエット川の上流域に位置している。湖面積 20.5 平方キロ、平均水深 36.8 メートル、最大水深 92.7 メートルの自然湖である。またこの地域は何千年もの間地元先住民が暮らしていたのだが、19世紀バイエット湖の上流域で金が発見されたことがきっかけで白人鉱山労働者の流入が始まったのだという。シャーリーの身体的特徴についてはその目撃者時期によって様々であるのだが、全長およそ9メートルから12メートル長い首を持ち、その先には恐竜や蛇といった爬虫類的な小さな頭部がある。そして鱗状の皮膚をしていて全体的に黒っぽい体色をしている。また背中には複数のコブを持ち、ヒレ状の長い尾をしているのだという。次にシャーリーの記録に残る目撃についてその一部をご紹介する。1920年代初頭にバイエット湖の上端近くで鉄道の枕木を切断していた作業員が、湖面に高さおよそ3メートルの巨大な丸太のようなものが浮かんでいるのを目撃。作業員たちはしばらくそれを観察していたのだが、やがてその丸太のようなものは動き出し、後方に航跡を作りながらその場から姿を消した。1943年6月には同湖でボートを漕いでいたトーマス・F・ロジャースは湖面に首と頭部を出す謎の生物を目撃。その生物は水面からおよそ60センチほど首を出し、その先には小さな頭部があった。それは大きな目を持ち、濃い緑色の分厚い皮のような皮膚をしていたのだという。そしてその翌年の1944年8月にはバイエット湖の東側ポンデローザ州立公園近辺でこの湖を訪れていた複数のグループによって、全長およそ9メートルから10メートルの恐竜のような爬虫類的な頭部を持ち、背中にはラクダのようなコブ、貝殻のような鱗状の皮膚感をした謎の生物が目撃されている。1946年9月にはこの湖を訪れていた20人のグループが湖面に全長およそ9メートルから12メートルの謎の生物を目撃。その生物は終始水中に潜り続けているようで、後方にはモーターボートが作るような航跡を残していたのだという。1956年、バイエット湖でボートを漕いでいたダブニー・テイラーはボートのすぐそばを泳ぐ謎の生物と遭遇。テイラー曰く、その生物は長い首を持ち、その先には2本の角がある小さな頭部があったのだと語っている。1961年、この湖で釣りをしていたジェイン・ブラウンという女性が湖面に謎の生物を目撃。その生物は体色は濃い緑色で、さらに黒い斑点があり、ヒレ状の長い尾を持っていたのだという。1971年、ドウ湖で夫とボートに乗っていたメアリー・ジェーン・ウィリアムズは湖面に長い首を持ち、
その先に2つの目がある小さな頭部を出す謎の生物を目撃。彼女曰く、その生物は黒っぽい体色の鱗と突起のある皮膚をしていたのだと語っている。1985年、パイエット湖上空をセスナ機で飛行中だったトム・グロートは湖面にうごめく謎の生物を目撃。その生物は背中に3つのコブを持ち、全長およそ12メートルはあったのだという。1986年、湖畔でキャンプをしていたボビー・ショートという女性が湖面に謎の生物を目撃。彼女曰く、その生物はアンカシ色の体色で、蛇のような頭部を持ち、その上には2つの鼻孔があったのだと語っている。そしてこの謎の生物は、最初に目撃されてから最近まで過去数十回も目撃され、近年ではその目撃回数も減ってきたということであるのだが、2023年6月とごく最近、この怪物とおぼしき生物が再び目撃され、しかも映像に収められたのだという。それがこの映像である。2023年6月19日付の現地メディアの報道によると、同年6月初旬、レジャーのためパイエット湖を訪れていた若者たちが岩場から湖面に飛び込もうとしていたところ、真下の水面をうごめく巨大な謎の生物を目撃。そしてその飛び込みの様子を撮影していた向かいの湖面でボートに乗っていた人々も、その存在に気がつきパニックとなった。その生物は水しぶきを上げながら水中をうねるように泳いでいたのだという。生物についてその場にいた誰もが、すぐ近くにいたにもかかわらず、その正体は全くわからなかったのだと語っている。そして後日、撮影者によってこの映像が世間へと公開されると、地元やネットユーザーからその正体について、パイエット湖の伝説の怪物シャーリーではないのかと一時騒然としたのだという。なお、この映像はミックス106というニュースサイトより引用させていただいた。シャーリーのその正体については、チョウザメがスネーク川を遡り、パイエット川を経てパイエット湖に流入したのではないかという説から、戦士時代の生物の生き残りというもの、さらに泳いでいるヘラジカの誤認といった説などがその候補に挙げられている。そしてシャーリーについて長年研究をしている未確認生物学者ゲイリー・マンジャコプラ博士は、少なくとも一部の目撃報告はアザラシやアシカなどの飛脚類生物である可能性があると示唆し、キタゾウアザラシが遥か昔に川を遡上しダイエット湖に閉じ込められた可能性があると推測している。またこの件について未確認生物学者のロイ・マッカル博士も同様の説を唱えている。いかがだったでしょうか。パイエット湖の怪物シャーリー、2023年6月に偶然撮影されたこの映像がきっかけで、今回は動画を作成してみました。映像を見る限り、確かにフェイクなどではない、何か巨大な生物が泳いでいるように見受けられます。これはとても貴重な映像だと思います。一体何なのでしょうか。撮影されてまだ日が浅いため、この映像を見た世界中のネットユーザーからのさらなる追加情報を期待したいところでございます。しかし、この映像に映る謎の生物は、未確認生物学者ゲイリー・マンジャコプラ博士やロイ・マッカル博士が示唆するアシカやアザラシのような飛脚類生物のようにドロップには思えないのですが、皆様はいかが思われますか。今回の話は以上となります。いやー、オカルトって本当にいいもんですね。またお会いしましょう。